6年生の皆さん、こんにちは。今日は文字を使った式2時間目の続きの勉強になります。前回の学習内容を覚えていますか？文字を書く練習をしましたね。忘れていませんか？早速画面を見てみましょう。6年生になるまでに835字の漢字を学習してきました。小学校6年間で学習する数の数は全部で1026字です。6年生で学習する漢字は全部で何字あるでしょうか、という問題でした。前回の学習ではこの問題場面を線分図に表すことに挑戦してみましたね。皆さんは線分図に表すことはできたでしょうか？皆さんはこのような線分図の白い四角にはどんな数や文字を入れましたか？線分図に表したことで式に表すこともできたよという人もいたのではないでしょうか。上の白い四角には全体を表す小学校6年間学習する漢字の数1026字が入ります。下の白い四角には部分となる6年生になるまでに学習した漢字の数835字が入ります。そうすると残った白い四角にはまだ分かっていない数となる6年生で学習する漢字の数が入ることになりますね。まだ分かっていない数を丸として入れてみます。ここがポイントとなります。丸を使って式で表すと次のようになりますね。そしてこのように丸を x に置き換えるとこのような式になります。そうです、よく見ると記号の丸が文字の x に変わっただけですね。あとは x を求めるために等号の左と右の両方から835を引きます。すると等号の左側は 835-835 で0になるので x だけが残ります。右側は1026から835を引いて191になります。ですから x は191となるので答えは191となります。ここでは等号を縦に揃えて書くと途中計算が見やすくなりますよ。文字の役割の一つにまだ分かっていない数、未知数を x などの文字を使って式に表して答えを求めることがあります。文字を使うことで難しく感じるかもしれませんが、今まで学習してきた四角や丸などの記号を使った場合とやっていることは同じです。それでは今日の学習を使ってこの問題についても考えてみましょう。消しゴム1個の値段がわからないので、それを x 円としてノートに図や式に表し答えを求めてみましょう。少し時間を止めて考えたい人はここで動画を止めましょう。それでは回答です。自分で求めたものと比べながら確認してくださいね。まずこの場面も線分図で表すことができないかを考えることが大切です。どこにどんな数や文字が入るか予想できますか？上の白い四角には全体を表す代金180円が入りますね。下の白い四角には部分となる30円の鉛筆4本の代金30円 ×4 が入ります。残った白い四角にはまだ分かっていない代金の消しゴムの代金 x 円が入りますね。これを式で表すとどうなりそうでしょう。心の中で言ってみてください。このような式になります。あとはこのように計算していきますよ。答えは60円だと分かりました。これも途中の計算が見やすいよう等号を揃えて書くといいですね。
それでは今日の勉強を振り返ってノートに書いてみましょう。画面にあるポイントから選んで書いてもいいですよ。今日はまだ分かっていない数、未知数を X などの文字を使って式に表し、答えを求めることを学習しました。文字を使うことでちょっとかっこよく見えませんか？文字が本格的に使用されるのは中学校からですが、これからの学習でも進んで文字を使っていくといいですね。この場面はここで終わります。次回は文字を使った式の3時間目の学習になります。